ようこそ仮想世界へ。
お疲れ。なんとか倒せたな。よっしゃ、ボス撃破。あ、ありがとう。行こうかね。一つのミスが大きなミスに。お疲れ。いいペースだ。それほどでもないよ。さすがに。頑張ろう。この調子だ。よっしゃ、ボス撃破。怪我はないか？ イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？あたしよ、あたし。わからないの？可憐で優しいあんたの幼馴染。ここでの名前はクレハよ。 よろしくね。あんたは相変わらずね。雰囲気ですぐに分かったわ。どんな雰囲気かって？人付き合いがめんどくさいとか言っている割にはお人よしな感じかな。突然呼び出したのに初めての VRMMOに来てくれるレベルの。だからありがとね。さあ行くわよ。 大会が始まるわ。そういえば GGO どころか VRMMO は初めてなんでしょ。私がいろいろと教えてあげるね。数年前に完全な仮想現実が実現したのは知ってるわよね。一人の若き天才カヤバアキヒコが生み出した 夢の新世代ゲームハード、ナーブギア。そして VRMMO 仮想大規模オンラインゲームソードアートオンライン、略して SAO。多くのゲーマーは SAO をやりたがっていたけど、あんたは MMORPG には興味なかったんだよね。でもそれは正解だったと思う。 正式サービス開始日にカヤバアキヒコはプレイヤー約 1万人を SAO に閉じ込めて、 HP がゼロになればプレイヤーの命が奪われるデスゲームを始めたのだから。プレイヤーたちは協力して全100層からなるアインクラッドを攻略し現実世界に帰還したけど、犠牲者の数も数千人と聞いているわ。 SAO 事件の影響は大きかったけど、 VR ゲームの火が消えることはなかった。安全性を確保されたナーブギアの後継機アミスフィアのおかげね。
妖精たちが空を舞う ALO アルブヘイムオンライン。 SAO サーバーを元に立ち上がった新たなゲーム、ソードアートオリジン、通称オリジン。そして何者かによって VRMMO 開発支援パッケージザ・シードが無償配布されたのをきっかけに、さらにたくさんの VR ゲームが生まれているわ。ここガンゲイルオンライン GGO もその一つよ。簡単に言えば銃の世界ね。かなり強いプレイヤーが集まっているわ。ゲームコイン現実還元システムを採用しているから、プロとして稼いでいる人たちがいるの。難易度は結構高い方よ。まああまり堅苦しく考えなくていいから。今 GGO は大型アップデートが実施されて大盛り上がりなの。あんたに付き合ってほしいのはそのイベント大会。すっごいレアアイテムがフィールドに隠されているんだって。そういうこと。もちろんお礼はちゃんとするわよ。プライスレスな方向で。それに初心者でもあんたならいい線いくんじゃない？あんたのゲームセンスは信用できるわ。頑張ってあたしのためにお宝ゲットしてね。期待しているわ。いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人、もうどこに注目してんのよ。まあ確かにかっこいいし、ファンの子も結構いるみたいだけど、あの人は GGO トッププレイヤーの一人、いつきさん。彼が率いるスコードロン、アルファルドは強くて有名よ。あ、スコードロンっていわゆるギルドみたいなものね。いや、君たちも大会に参加するの？あ、はい。クレハ君だよね。噂は聞いているよ。あちこちのスコードローンを渡り歩いているんだろう。クレバーな戦況分析が頼りになるって評判いいよね。あ、ありがとうございます。そこの君は初期装備みたいだけど、もしかしてニュービー？私の幼馴染なんです。ゲームはめちゃくちゃうまいけど、 GGO にログインしたのは今日が初めてだから。初日から大会に参加するなんて冒険好きだね。そういうの嫌いじゃないな。はじめまして、僕はいつき。銃の戦いはレベルやステータスだけが強さではない。面白い戦いを期待しているよ。ではお先に。いつきさんはすごいけど、私だってもう少しでトップ入りの腕前なんだから、そう簡単に負けないわ。準備はいい？ OK ならそこの転送ゲートに入って、大会の会場となるダンジョンに転送されるわ。一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだし
ダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。その調子よ。頑張るわ。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。うまいうまい。見つけた。ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実戦ね。倒してみて。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから覚えておいてね。いい感じね。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインっていうものがあるんだけど、これは実際に見てもらった方がいいかも。エネミーと戦って実際に体験してみて。その調子よ。これはトレジャーボックスだな。トレジャーボックスってと、それじゃ階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。プレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーとして強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめかな。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。手を貸してくれ。手を貸してくれ。俺たちの勝利だ。
あの扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内には、いろんなギミックやトラップがあるから、よく注意して行動した方がいいわよ。開ける！私が教えられるのはこれくらいかな。うん、はじめ GGO の基本的な戦闘はだいたい分かったでしょ。あとは実戦で自分に合ったスタイルを見つけていけばいいわ。さあ、これからはあちこち探索してレアアイテムを手に入れるわよ。あれ、君たちは。隙を見て逃げるわよ。振りすぎるわ。もしかして逃げる相談をしてる？正しい判断だとは思うけど、背中向けたら撃っちゃうよ。クレハ君はともかく、ニュービーの君は一発で死ぬんじゃないかな。正解と言いたいところだけど、結果が決まっている勝負ほどつまらないものはない。君たちも警戒が足りないよ。どうせなら待ち伏せの一つでも仕掛けてくれればよかったのに。実に退屈極まりない。弾の無駄も避けたいしな。だから見逃すとでも言うんですか？まさか。ここは GGO で、今は戦いの時だよ。そうだもん、僕に殺されるのとあっちのエネミーに殺されるの、どっちがいい？この奥に少し面倒くさそうなエネミーが配置されている。もしかしたらトラップが仕掛けられているかもしれない。だけどあれを倒さないと先に進めなさそうなんだ。君たちが突っ込んで様子を見せてくれれば助かるな。もちろん倒してくれたらお礼に見逃してあげるよ。どうする？悔しいけど今の私たちじゃ五木さんには勝てないわ。いいね、冷静な判断だ。分かったわ。イツキさん、私たちはエネミーと戦います。エネミーを倒した後は。分かってる。僕は嘘はつくけど約束は破らない主義なんだ。君たちに銃を向けはしない。おとなしく観戦させてもらうよ。